どうもこんばんは、加瀬いすけです。今日は2023年の5月14日日曜日ですね。はい、ということで、サンマの、ファイナルステージトーナメント戦ですね、こちらの方をやってまいりたいと思います。先ほど順位確認してみました。あと3時間弱で、まだ私が首位ということです。で、数字も全く動いてはいないんですが、さらに高得点を目指して、やってまいりたいと思います。一応目指すは7万点以上のトップということなんですが、かなり現実味のないトップを狙ってですね、半チャン2回ほどやっていきたいと思います。ちょっと喉の具合があんまり良くないんですけども、ちょっと咳込んだらすいませんということで。さて、これハイパイはまあイメージ的にはまあ6点というところですね。チューンはまだ1枚しかないし当てにはできないです。さあ、ただリャンシャン点ですからね。妻は良かったんで、あ、パースイン来ましたね。であれば、チューンを打ちます。で、まあ、パーピンが入れば、まあ、ラッキーという。ただ、まあ、下手がすでにパーピンを1枚切ってるので、薄いですね。さあ、スーピンが入りましたね。これは、まあ、一応3投落として、そうですね。スーチーソーが入れば、チービンを打って、リーチといきたいところですね。パースピンが入るとちょっとあれですが、まあ、ここはもう3ピン落とします。まあ、理想としては、そうきたか。であれば、いやいや、これはないですね。これはもう9層諦めます。まあ、ここはもう数値層で、仕留める感じでいきたいと思いますので、数値層積もってきてからの、チーピン切りリーチといきたいところですね。パーピンがあと1枚になってしまいました。はい、これでいきましょう。まあ、この引きもありました。数値層です。はい、一発はちょっとできすぎですが、一発いただきました。リーソク、リンクです。裏が1枚で満貫です。はい。8000点いただきましたんで、ラッキーということです。さて、ここで考えるべきはですね、デカトップを狙ってるんで、1、2、3、4、5、6、7、8、9種ですね。これ国士狙います。はい、親国を狙っていきます。ここで考えるべきは、安手でも重ねようと言おうとしたんですが、まさかの九種だったんで、まあ、九種の考え方なんですけど、基本的にはもう上がりができないと考えて、まあ、諦め気味に国士をやっていくと、まあ、そういうイメージですね。やっぱり九種九敗からですね、まあ手を伸ばしていくっていうのは無駄ぶりに終わりがちだということで、で万が一転敗できれば、まあ、ラッキーというイメージですね。まあ、これはもう安牌の山を築いていってるんだという感じですが、ただまあ、リャンシャン点ですからね、イーシャン点まで仮に来たとすれば、勝負はできるかなと。一応、何がないのかな、これは。ちょっとあんまちゃんと見れてはいないんですが、トンがないな、トン。トンと、イーソがない。トンとイーソは一応まだ可能性はありますので、まあもうちょっとやっていきたいと思います。あと13杯ですね。Q1 もなかったのか。これでイーシャン点か。はいはい。であれば、イーソは、3枚使われましたということで、はい、積もられました。うん。まあまあ、やむなしです。ハネマンですね。ちょっと大きい手をいかれてしまいました。はい、次です。さあ、後輩パイ演出来ましたんで、まあ、これは一応ですね、トン、まあ、ランはお高ぜですからね。ただまあ、まあ、点数は一応8点というところですね。ランはお高ぜですから、トンが出てどうしようかなというところなんですけど、もう泣きますか。トンを泣きました。そしてあとはもう泣きをせず、こうなってくるとなんと三蔵は泣いていいかなという話になりますが、ただもうあれなんで、
そうですね、これで数値を入れて数値ピンというとこですね。安牌はまだ確保しなくてもいいかなと思うんですが、ただ、数値数じゃなくて E 数とか、そうなんですよね、これがあるんで、まあ難は安牌ですね。ん、あー、1本か。さて、これで一応難を打ちます。 Q1 も通ると思うんですけど、ちょっと喉が痛くてですね。さあ、ここで酸素は落とせる。ハツはションパイなんで、酸素と両蔵を払っていきますか。はい、さあ、一応これでローピンは打てるので、ローピンを打ちます。 E1 はポンカスですね。ハツで一応上がれますが、ハツはどうなんでしょうね。パーピン、ハツの方が危ない。いや、パーピン大丈夫かな。あー、残念でした。あー、そういうことか。満願ですね。残念。まあ、ちょっとしょうがない。ちょっと喉がちょっとつっかえてあれなんですが、さて、これはまあハイパイ点数は6点というとこですかね。難はおたかぜですから使えないですと。さて、ウーソが入りましたが、チートイに受ければというとこになってきましたね。チートイですね、これは。チートイに受けます。そして釣れそうな範囲としては、まあ2枚泣かれてますけど、リーチも入りましたしね。ちょっとまあそのまま逃げるのはどうかなというところなんで、ちょっと勝負してみたいと思います。ローソー行きましょう。これはもうリーチですね。まあこれで上がれればラッキーというぐらいです。ただローソーは可能性はありそうなんですけどね。泣いてくるということはまだ諦めてないと。全然なんか上がらないですね、誰も。はい、来ました、リーチ、ちょいドラドラ。さて、裏が乗れば跳ねまんというとこですね。あー、惜しい。はい、マンガン止まりですが、いい上がりでした。さあ、点数は平たくなりましたんで、ほぼ振り出しですね。さて、ハイパイ点数としてはまあ5点というところですね。ドラは2枚あるんですけど、手が悪すぎる、揃ってなさすぎなんで、またチートイっぽくなってきましたね。さあ、ここはちょっと、あ、チートイかな。いや、これはちょっと吐く、すべてを泣いていくパターンというのもちょっとあるかなというところですね。早速仕掛けまくっていきたいと思います。で、これでパーピンと3ピンとパッソは泣けないとして、まあそんな感じですね。ただローピン引いてきたんで、これでもいいですね。チーピンというとこでした。さて、3ピン、まあパッソは高めなんですけど、あーっと来ましたね。これはもう引っ込みますよ。はい、来ました、ドンですね。ハク、ドラドラ。さあ、これで1歩リードすることができました。はい、いい上がりが取れました。まあデカトップはちょっと望めないかなと思うんですけど、とりあえずですね、ハイパイ点数としてはまあ7点ぐらいですね。結構いいハイパイだったと思っています。あとは、まあ、できれば面前でリーチをかけて上がりたいんですが、まあ、チュン生は捨てていきます。あ、ローピンアンコはでかいですね。これは普通にリーチをかけて上がれそうですね。はい、いい形でテンパイ取れました。
はい、ちょっと珍しいリャンウソローソの形が取れましたね。まあ今のはやむなしです。ただまあローキソパソ、まあ、スーチーピンウーピンっていうのがあったんですが、まあ、上がりは取れたんでよしとしましょう。リーチドライチですね。まあ、裏が3枚乗ればというやつです。はい、ザンクです。さあこうやって点数を重ねまくって7万点までいけるかどうかですね。さてこれはですねイーシャン天下チートイにしてしまうか本一にするか、チートイにしてしまうか、これは本一チートイ、いやちょっと待ってよ、これはもう本一ですね。本一いきましょう。さあこれで9ピンも泣いていくスタイルでいきます。9ピンは積もりましたね。ってなってくるとチャンタがありますね。本一チャンタ、あーそうきたか、いやもう本一チャンタですね。これはトン本一チャンタ役1、まあドラいらないですね。はい、これで天敗です。ローピンでも上がります。はい、高め、来ましたね。これデカソップありますよ。これは本一ヤクヤクチャンタの、はい、羽マンですね。インパチ、さあ7万点トップが見えてきました。さあこれはですねハイパイ点数7点、いや6点というところですね。ドラがないんでメンツはあってもドラがなしというやつでした。ただこれは3000点の加点でも十分価値がありますので、まあリーチのみでも OK というイメージですね。本場があるんで3000点ぐらいは余裕でいきますから。さあかなりいい引きをしてますんで、あ、イーソー来たか、イーソー来た、まあチートイツではないかな。スーチーピンが来るといいですね。サンゾが来たか、チートイっぽくなってきましたね。これまた、あ、チートイか、これが分かりました。とりあえずちょっと筋引っ掛けて数層を釣ります。数層は1枚場に切れてますんで非常にめくりは悪いんですが、まあ出上がりの可能性はもちろんありますね。神社からも出上がり、ああ一発か、まあしょうがないですね。はい、羽間打ち込んでしまいました。さあオーラスですね。ここで1000点で上がって終了を目指したいと思います。やっぱりデカトップってのは難しいですね。これハイパイ点数は7点というところですね。まあかなりいいスーピンが引ければ速攻で終わる、やつですが、まあせっかくですから最後リーチかけて、終わりたいと思います。あ、パスを引けましたね。これはもう2ピンも3ピンも落としていってもいいかもしれないですね。さてウーピンが1枚切れてるんで、まあ、ウーパーピンをどう見るかですが、さあこうなってくるともうとにかく横にひっついたもん勝ちという感じですね。さあどうしたもんか。これ2ピンと3ピン1枚ずつ落としていった方が早いような気がしますね。同級層が薄い、同級層早く見切っていきたいですね。3層か、いや先に3層落とします。さあ E 数ピンを引けるかどうか、そっちに頑張られてもちょっと嫌ですけどね。さあこれはちょっともう自分の手牌よりも相手の捨て牌を見ていった方がいいかもしれないですが、さてカンチャはピンズがほとんど出てないんですが、9ピンは最初の方に手出してるんで
いや、ここはトンはまだギリギリだと思います。だって EP も出ましたし、リャンゾは多分通るとして、あーそっちか、これはハネマン来ましたか。さてそうなってくるとデカトップどころではなくなってきたですね。さあハイパイ点数、ま7点というところですね。役牌はさっと落としてしまいます。チーピンがなくなったか、どうしようかな。これ泣きを考えた方がいいかもしれないですね。タンヤオで無理やりに上がると、単野王で無理やりに上がることがちょっと視野に入りつつありますね。一品もなくなってしまったんで、まあむしろ都合がいいかもしれないとなると、わあちょっとこれはちょっと都合が良くないですね。ただ一品が来てしまったんですが、これ一品使えないですね。さあこうなってくるとツモがちょっと寄れまくってますから、これはちょっとトップは厳しいかな。結局テンパイ取れなくてもと思ったんですけど、まさかのチーピンツモなんで可能性出てきたかなという感じです。さあこれはもう泣けないんでチーソー落として、ああチーソー来てしまったか。20杯か、あそうきた、まあこれでよかったかな。ニチャが確定したということでよしとしましょう。はい、そういう結果でした。いや席がはい、ということでしたんで、はい、まあ一応弾を取られなかったからよしとしますか。はい、ということでちょっと喉が調子が良くないから、もう今日は1曲だけにして、で、ちょっとランキングですけども、まあ移動は変わらずですね、まあ、このままいけばトーナメント戦を優勝できるというかなり、いい美味しい状況にありますので、まあ頑張っていきたいというところですね。はい、それではご視聴どうもありがとうございました。